はい、こんにちは。田口力です、えー。今日はですね、ナンバーアイの地上波まあ、出演というか、個人的には復帰第一弾と思ってますけど、えー、ナンバーアイの3人の地上波出演がまあ決まりましたということで、まあ、メディアの出演だったらね、ナンバーアイがテレビ初出演へっていう感じですよね。まあ、ナンバーアイのグループとしてはっていうことなんでそうなんですけど、 NHK の Venue101 って呼ばかな音楽番組にナンバーアイが出演することが決まりましたということで、まあ、個人的にも、いわゆるこう、まあ、あのナンバーアイ、まあ、正確によって多分僕はファンのうちに入らない気がするんですけど、個人的にはやっぱり、まあ、キンプリを対象された、まあ、ジャニーズ、元ジャニーズ事務所を退所されたメンバーが、まあ、どういう形で、 再復活されるかっていうのをちょっとずっと追いかけてまして、まあ、早かったですよね、1年結局経たずに地上波に出れるっていうのは、これはもう元 SMAP の新しい地図の歴史を考えると、まあ、当然ね、あのそんな、いつまで忖度してるんですかっていう当然話はあるんで、早いだろうなと思ってたんですけど、無事に決まりましたということで、まあ、新しい地図があの初コマーシャルがサントリーで、 テレビ出演が NHK だったんですよね。で、何倍も平野さんが、まあ、サントリーに CM が決まり、デジハリーさんもやってましたけど、まあ、流れ的には NHK なのかなって勝手に思ってたんですけど、やっぱり NHK だったなっていう思いましたって話ですね。でも実はなんか僕はちょっと最初記事書いた時は、それぐらいの話かなって、まあ、その v ニ n u e ンワ1はデジタルも結構ちゃんと YouTube に ダイジェストが出たりするんで、まあそういう意味でその他の音楽番組でやっぱ出る甲斐があるっていう文脈なのかなと思ってたんですけど、ファンの方に教えていただいて、なるほどなと思ったのは、実はメニューワ1 0 1ってその3人が最後に揃って出演された番組らしいんですよね。残念ながら僕この時にはまだあの、キンプリについてちゃんと認識してなかった僕は当然この番組を見てなくて、あの、そのキンプリの、まあこの、 3人が抜けることのインパクトの大きさはあんまり分かってなかったんですけど、この時のパフォーマンスで実は、平野さんと岸さんとか泣いてちゃんと歌えなかったらしいんですよね。だから,だからこそ3人がこの番組を復帰第一弾に選んだんじゃないかっていうファンの方から教えていただきました。それはもうそうだろうなと思いました。いいですよね、この1年越しにこうつながっていく感じ。 まあ今回は、その、一応拡大版ってことになってて、4グループなんですよね。で、拡大版だから1時間なのかなと思いきや35分で、<laughs> 拡大版なのかって、まあ、通常3組のところが4組で、まあ、K-POP2 組、で、ランページとナンバー e r って並びになってますね。面白いなと思ったらエイティとズとランページが2018年デビュー。 トゥアスって読むんですよね、これ。えっと、トゥアスとナンバーアイが、まあ、今年楽曲をリリースしたっていう、まあ、新人グループ扱いっぽい立て付けになってますね。まあ、見せ方として K-POP&J-POP、えー、もうデビューから5年経ったグループと、6年か経ったグループと今年楽曲を出したグループという形の多分番組の見せ方なのかなっていう感じではありますね。 やっぱり個人的に注目したいのは、この濱家さんが最初のナンバー8のトークの絡みでどう喋るのかなんですよね。1年前の,その、まあ、キンプリとしてのパフォーマンスの後の、まあ、収録後の2人の会話みたいなのが、X 上、まあ、当時ツイッター上の動画で上がってるんですけど、まあ、濱家さんはやっぱりその 5人のパフォーマンス、まあ、特に2人がその泣いて歌えなくなっているのを見て自分も泣きそうになったって、まあ、自分が泣くと変なことになるから泣くの我慢してたみたいなことをおっしゃってましたけどこの流れだと当然やっぱりその1年ぶりとか 9, 9ヶ月ぶりとか何ぶりですよねっていうコメントで始まるはずですけれどもどうなるのかってさ前の事務所とかグループについて言及するのかしないのかっていう まあそんなマニアックなところ注目しなくてもいいでしょうって話はあると思うんですけど、これやっぱね、この研究の仕方が多分お手本になると思うんですよね。今後のその、いわゆるジャニーズ、旧ジャニーズを対象して復活した人たちを、まあ、これまでやっぱり新しいシーズンのメンバーとか、まあ、ある意味腫れ物に触るような扱いをちょっと受けがちでしたけれども、もうね、あの、 いわゆる忖度がなくなって、そうではない状態なのであれば、当然、その普通の会社で前職について言及するのが当たり前のように、アーティストの方々も前の活動について言及するのが普通のはずで、当然、この1年前に涙の出演を見ていた2人からすると、そこの会話から始まると思うんですけど、 ある意味ね、当たり前のことがちゃんと当たり前にされるかどうかが結構大きなポイントだなとちょっと勝手に注目しております。まあ何してもまずは、アバイド、あの、テレビ復帰おめでとうございますということで、ちょっと楽しみですよね。この流れだとちょっと気が早いですけど、まあ NHK がこのタイミングで出演させるっていうことはきっと年末の紅白に何倍が出る流れなんじゃないかなって勝手に想像したりしてますけれども、はい、そういう予想が、 あるかかどうかちょっと年末振り返りり返をしたいと思っております、えー、このチャンネルでは日本人のエンタメが海外に挑戦するのをひそかに応援したいなと思っていますので、えー、他にもこんな話してますよというのがありましたらぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。